しみんなのお腹が空いたら、デルタがささっと獲物を捕まえてくるのです。群れのために狩りをするのは当然なのです。イライラするときは何かカミカミできるものが欲しいのです。ボス、骨とか持ってない？ボスのお姉さん、ボスになんだか厳しい。デルタがお姉さんだったら絶対甘やかすのに。ボス、デルタをお姉さんにしない？おねんねの前のボスのお話、楽しみなのです。お魚の姫の話とか、クマにまたがる男の子の話とか、またしてもらいたいのです。ボスがどんなに気配を消しても、デルタは絶対ボスを見つけてみせるよ。ボスの匂いはこの鼻が覚えてるから。ぐん、水族館っていうところにはそんなにいろんな魚がいるんだ。デルタも行ってみたい。ボスはデルタの撫で方が上手なのです。ゴールデンレトリーバーで慣れている。デルタの前にそんな羨ましいやつが。ボス、この前のあれをまたやってほしいのです。思いっきりボールを投げてデルタが取ってくるやつ。この前は山を二つ越えて追いかけて楽しかった。散歩している時に拾った小銭を宝箱に貯めているのです。キラキラ綺麗で見ていて飽きないのです。ここで拾った太鼓とかいうやつ、叩きまくるとなんだか気持ちいい。野生の血が騒いでくるのです。あおー。デルタに待てはないのです。獲物の前でじっとしてるなんて獣人の血が許せないのです。雨の日？好き！お風呂に入らなくても体を洗えるから。お風呂はちゃんと入った方がいい？ぐん、へっ！しゃっくりなのです。さっきもこれで獲物に居場所がバレて逃げられたのです。おのれしゃっくり！海で泳いでたらアルファ様に怒られちゃった。裸で泳ぐのはダメだって。水中だと服は邪魔なのに。グッ。獲物を追いかけている時にトゲだらけの植物に突っ込んじゃった。ボスも獲物を追う時は気をつけるのです。昨日の狩りですりむいてしまったのです。これくらい舐めてれば治るのです。ボスもどこか怪我しているところはない？
ボスのねぐらはどうしてデルタたちと別々なの？ボスのパパやママやみんなもデルタと一緒に住んだらいいと思う。もらったジュースを飲んでからいくら食べてもお腹がいっぱいにならないのです。実験体になってる？何それ？ベータのかけてるメガネとかいうやつ、頭が良さそうに見えてすごいのです。デルタもあれかけてみようかな。寝る前にいつも抱いてるお魚のぬいぐるみがボロボロになってた。寝ぼけて噛んじゃったみたいなのです。ちょっと居眠りしてた。ボスがそばにいてくれると思うだけで安心して居眠りできるのです。ボスももっとぼーっとしてたらいいのに。デルタは何も考えないの得意なのです。デルタ、ぼーっと仕方の先生になろうかな。敵がいない場所は緊張が緩むのです。ボス、そっちに持たれちゃダメ。人がたくさんいるところは匂いや音が多くてそわそわするのです。ボスがいなかったら多分吠えてる。この服は何十着もあるのです。狩りをするたびにボロボロになるから、作ろうより交換した方が早いってアルファ様が。